どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画から説明第481弾はこちらのゲーム西ノン会議やっていきたいと思います。以前動画でも取り上げたこちら西ノン会議は皆さんご存知でしょうか？まだ見たことないよって方は先に見ておくことをお勧めしておきますね。簡単に説明しますと、西ノン会議とは世にも奇妙な物語のスペシャルコンテンツとして2020年に登場し、絶対に参加してはいけないオンライン会議として SNS で一躍有名になりました。まあユーザー参加型のデスゲームっていう感じですかね。まあ以降西野は VTuber 化したりピエンとコラボしたり、一躍キャラクターとしても人気となりましたね。そんな西野会議の第2弾となるコンテンツがこちらになります。今作ではですね、ウサギのような謎のパペットユキっていうのが登場するらしくて、そちらがですね西野会議を乗っ取ってしまったというストーリーみたいですね。早速どんな恐怖が待っているのかやっていきましょう。スタート。取り詰め。でビデオと音声をオンにして参加なんですけども、今回オフでやっていきましょう。さあやってきたな。いやちょっと気持ち懐かしい感じもしますよね、西ノン会議。てか何人か見たことあるやついるな。多分同じ劇団の方とコラボしてるからなんだろうな。ユミティと か, なんか小林陣とか見たことあるもんな。お久しぶりです。覚えてますでしょうか。なんか鳥の顔した人間だったんですけども、今回はちょっと映像なしでやらせていただいてます。今日は苦しいって西野。こん時の西野とさ VTuber の西野若干声違うんだよな。ほう。あ、でユッキーって書いてあるね。これがウサギのパペット。西野と話せると思った。僕ユキちゃん。ユキちゃん。西野はとっても邪悪な存在だから、この会議ごと壊しちゃいます。壊しちゃいます。あの結構ポップだね。西野出せよ。いや、なんなんだよ、ごちゃごちゃうるさいよ。めちゃめちゃビート熱いやつだな。西野の代わりに僕が君たちを壊してあげるよ。ぜひ。よかったね。よ、ありがとうございます。光栄です、こちらこそ。それじゃあね、はい、バイバーイ。何壊すって。ちょっともうニヤニヤしてるじゃない、じんちゃん。あ、あ、なんか左上なんかカウントダウンみたいなの出てますね。え、出てますね。なんすかね。あ、チャットも西野だよ。僕の言葉が見えてるかな。いやいや、もうファンじゃない。なお前ら前回殺されてんだからな。ユッキーって子に意地悪されて暗いところに閉じ込められちゃった。どうやらユッキーは人の姿に化けてこの会議にこっそり参加し、あ、人狼的な。みんなで怪しいと思った人を一人選んで削除しちゃう。あ、もうじゃあ俺だ多分な。知らんけど。あ、じゃあ、これ誰がいいかな。でもちょっとじゃあ猫ちゃんから、メインヒロインから。うん、そうですよね、小林さん。そうですよね。どうしても一人選ばなきゃいけないんですか。うん、選んじゃいました、猫ちゃんにしました。メインヒロインっぽい子をまず最初に消していくっていうスタイルでやらせていただきます。影山は喋れ。わかんないよ。みんな怪しく見えてきちゃいましたね。何の情報もないからね。うん、それ平等にみんな怪しいわな。お、ただいま集計中です。まあ俺の一票が通ってくれることを願うわ。削除される人物が決定しました。お、これでし、あ、ごめん。あー、顔が選びやがったな。うわ、怖っ。何この演出。いや、消えてしまった。一人暮らし感あるな。人間って本当に愚かだね。ああ、本当だね。互いを壊し合おうとする君たちの負のエネルギーで僕たちはまた強くなれる。なるほど、これ誰も選んじゃいけないっていうやつなのかな。なんかマルチエンディングなんだよね。あー、出たエラーだ。うわなんなら西野と手組んでんじゃねえか最後。おい、あー、バッドエンドになってしまった。ちょっともう一回やろうぜ。あなたが迎えた結末はノーマルバッドエンド。
ノーマルじゃないバッドエンドもあんのかな。ちょっともう一回やっていこう。これでもあれだね、やっぱ SNS でこう拡散するのが楽しいゲームですよね。こうマルチエンディングだったりすると誰を選ぶかってね、その人によって違かったりするから、ヨッシーとかね、ユミティとか別の人のリアクションも見てみたくなりますもんね。でこれで左上のタイマーがとりあえず出るわけでしょ。でも他の人が投票しちゃったらこれって成立しなくなるよな。一人でも誰かに投票してしまったらその人が削除されてしまうことになるだろうから、これってあれかな、チャットとかで投票しないでとか言った方がいいのかな。 おもろいっすね。これどうしたらいいんだろうな。ちょあ、その他っていうの欄あるね。これはそういうこと、なんか人狼的なやつですか。えこれどうしたら一人でないんですかね。これで西野って入れてみるとか、送信ちょっと一回試しに、その他西野で、それかゆきちゃんかどっちかだよな。さあ集計中。でも残り時間はまだこれ左上1分になってるもんね。削除される人物が決定しました。うん。あ。わはは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 は。はお。安易に悪を決めつけちゃったわけだね。あら。残念だよ。誰かを守りせずにはいられない。君たちの弱さで。僕たちはまた強くなれる。すげえすげえ。うわー、中に西野で俺が、あ、まただ、こっくる。なんなんちょっと可愛いのよ、もう着ぐるみじゃない。あー面白、あなたは正しい選択で世界はバッドエンドになりました。どっちかを選択すると今のになるのかな。っていうことはやっぱ単純に時間制限まで待ってみるっていうのをちょっともう一回やってみましょうか。さあとりあえず、残り25秒以内に選択をしなくちゃいけないんだけども、うん、そうね、人狼的なやつ、もう3回目ですけども、これどうしても一人選ばなきゃいけないんですかね。選ばない方がいいと思います。こういう結果、今回こういう系かって、なんかベテランが揃ってるじゃない。お前ら死んだんじゃないの？これな、別の世界線なの？怪しく見えてきちゃいましたね。前世の記憶引き継いでるじゃない、元木くんとか。で選ばないという選択を下ろしました。さあでもこれどうなるんだろう。左上のタイマーはまだ動いたまんま。あれあれあれ、みんな誰も選んでないの？かわいい。と、うん、やっぱ誰か選ばないといけないって感じ。もう一回だけチャンス、絶対誰か選んでね。削除なんてよしてください、みんなのためなんだよ。そんなのわかんないじゃないですか。ビビビと笑っちゃうな。え、てかさあでまた、20何秒以内にってやつ、これも一回スルーしてみましょうか。あ、いたかも。え、あなたもいたじゃないですか。え、なんか、あ、疑いやってる。え、わかんない。ちょっとこれもスルーでいこうか。削除ってどういうことなんだ。これはユミティさんでしょ。あ、曲がちょっと不穏な感じになってきた。違いますか。違う。さあ投票はしなかった。さあ集計中どうなるんだ。誰も投票しなかったのかな。やっぱりみんな不思議な顔してるよね。ゼロになってますよね。そうだよね、なんもない感じですか。あ、ゆきちゃん、なんだつまんないの。西野出ておいで。みんな騙してごめんね。本当だよ、本当は君たちにお互いを貶め合ってほしかったんだけど、負のエネルギーが僕たちの糧になるからね。悔しいけど君たちのことちょっと見直したよ。3回目だからね。パチパチパチ。ね、これ。ちょっとでも宗教じみているな、このパチパチ具合。ところで、ああ、この中に一人だけ生きている人が紛れ込んでいるようだね。あらあらあら、友達になりたいからこっちに来てもらおう。
あらあら、友達になろうか。あ、来た、おめでとう、君は今から友達、やった。あ、結局そっち側の人間になるんじゃない。ねえ。いや、バッドエンドじゃねえかよ、おい。全部バッドエンドじゃねえかよ、結局よ。まあ、死人の会議なんだもんな。あなたが迎えた結末は、西の会議、トゥルーバッドエンド。トゥルーバッドエンド。トゥルーエンドじゃないんだね。ちょっと今回投票で、相当でやってみます。自分に投票してみるとこれどうなるのかっていうのを確認してみましょう。さあ、自分自身に投票した場合どうなるのか。削除される人物が決定しました。お、あー、そっか、なるほど、そっか、これもまた違うパターン。君はユキじゃないのに自分を犠牲にしたんだね。おう、あー、みんな西野になってる。君は優しい人なのかな。誰のことも傷つけたくなかったんだね。よし、決めた。うん。僕が君を救ってあげる。おお。間違った選択が検出されました。エラー情報を収集しています。なんだこれ。面白い。再起動実行します。しばらくお待ちください。おお。ここの最初の画面に戻ってきちゃうんだ。これでもう一回やったらどうなるんだろう。でもやっぱこのチェックポイントみたいの出てきちゃうから、単純に再起動してるだけなんだろうな。まあ自分に投票すると再起動がされてしまうみたいなんで、とりあえずユミティがね、みんな怪しがるみたいなくだりあったんで、ユミティちょっと恐怖演出強いんじゃないかなってことで選んでいきましょう。これ最後にしよう。さて、ユミティを選んだ場合どうなるんだろう。お、やっぱあの顔が歪むやつだ。おう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 、選びやがったな。これやっぱちょっと怖いよな。すごっ。はあ、で多分あの誰かを選んでしまったエンドっていうやつなんだろうね。ということで今回は西ノン会議第2弾の方で遊んできました。またこんな感じでいろんなゲームで遊んでいきたいと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。